こんにちは、月島です。南京ハゼがたくさん実りました。今日は刈り取りイベントの日です。あ。かわいい。管理人さんのところの子です。ハゼの実を取ってる間、店でゴロゴロしててください。本日も助っ人を呼んでおります。転びそう。あれ、隠れてしまった。いつも手伝ってくれるヤクルトさんちの子です。なんか持ってきたのかしら。つば九郎のクイックチャージ。つばみつきのレアラベルです。ということで作業を頑張ってください。実が多すぎて、枝が垂れてきてるので低いところはハサミで切ってください。そうそう。何個かはクリスマスの飾りにするので葉っぱごと取ってください。後ろにいる社長が2台目のハサミを買ったそうなので借りてます。大人は眺める専門の人が多いので頑張ってください。いい切れ味です。葉っぱを取って実だけにしたらバケツに入れて乾燥させます。ワクワクさんも頑張ってください。させた後はろうそくになるそうですが、今日はそこまでできないのでまた後日。すごい量になりました。このサイズのバケツ3杯分取れました。だいたい5キロだそうですが、木にはまだまだ実があります。残りは鳥の餌でいいですね。ということで、お疲れ様でした。次はろうそく作りです。